それでは吉田貴之選手より皆様にご挨拶させていただきます。今日の試合が自分のラストマッチとなりました。今シーズン限りで現役を引退します。19年間一人のアスリートとして、一人の人間として成長させてくれたこの J リーグに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。自分の19年間を振り返りますと、嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悔しかったこと、たくさんありました。嬉しいことで言いますと、フリーウェイ制で1年目でアジアのナンバーワンになり、その決勝ゴールを決めることができました。そしてフリーゲルスでは天皇杯優勝、 MVP、 決勝ゴールも決めることができました。横浜天満屋ではファーストステージリーグ優勝もしました。大分ゴリータではJ1 昇格、そして J2 リーグ優勝することができました。そしてヴィッセル神戸では今年みんなの力で J1 昇格をすることができました。しかし自分のサッカー人生振り返りますと、本当に辛いこと、苦しかったことが多かったように思います。本当に最後まで怪我になりましたし、膝の手術をしたこともあります。そしてチームの消滅も経験しました。大分や神戸では苦しかった残留があることもしました。そして昨年 J2 に降格も経験しました。そして大切な友人も亡くしました。しかし、どんな辛い時も僕は逃げずに戦っていたつもりです。僕がプロ生活で胸を張って出ることといったら、人が苦しい時に先頭に立ってチームを引っ張ったことです。僕のサッカー人生、先ほどもモニターに出ましたけど、570試合以内、そして115ゴール、結果だけ見ると本当に満
足する数字だったと思います。しかし自分には2つ夢といいますか目標がありました。一つは日本代表になってワールドカップに出場することです。この夢はもう構いません。そしてもう一つはこのヴィッセル神戸を本当に日本一にしたいと思ったし、アジアにそして世界にずっと頭の中で描いてました。この夢も僕は叶いませんでしたが、ここにいる選手たちがいつか叶えてくれることを信じています。ここにいる選手たちを温かい目で見守ってあげてください。僕の今後ですが、本当にいろんな角度からサッカーを勉強して、そして指導者のライセンスを取って、いつかこのピッチにまた帰ってきたいと思います。最後になりましたけど、この場を借りてお世話になった方にお礼を言わせてください。まずはいつも一番近くで僕のことを支えてくれた妻の文江と娘の稲田に感謝の気持ちでいっぱいです。自分のことを育ててくれて、子供の頃からサッカーの送り迎えなどしてくれた、両親に、そしてサッカーを始めるきっかけを与えてくれた兄に、ありがとうございます。そして自分が所属したクラブ横浜ブルーゲルス、横浜エンマイノス、大分トルニータ、関係者の皆様、そしてファン、サポーターの皆様、ありがとうございました。そしてこのように素晴らしいセレモニーを開いてくれたヴィッセル神戸の関係者の皆様、そして大好きなヴィッセル神戸のファン、サポーターの皆様、本当に長い間ありがとうございました。吉田孝之選手へ17本の